牛に願いを、ラブファームは、2007年7月3日から9月11日まで、毎週火曜日22時22時54分に、関西テレビ制作、フジテレビ系の火曜22時枠で放送された、日本のテレビドラマ、主演は、玉山哲二、全11回、都会にキャンパスを構える関東農業大学に、在籍する学生たちが、3ヶ月間、北海道に、 実学研修に参加をし、動物や自然、過疎の村の人々との触れ合いを描く青春ストーリー。高清水隆演、玉山哲二北美別町出身の落農家の息子、二郎しているため、他の五人より年上である。テンションがかなり低く、間のとよく対立する。北美別町の落農家の現状に絶望し、当初は故郷を捨てて、大学も辞め、 東京の喫茶店で働くことを考えていた。しかし、仲間と触れ合ったり、父親の酪農への思いを知っていくうちに酪農に対する姿勢がだんだんと変わっていき、最終的には北比別町に残ることを決める。ちなみに、高校時代まではファッションがダサかったらしく、好きな女子に告白すると大抵失敗していたらしい。背が高く板割りもできるが、腕相撲はマノや若松より弱い。 マノミツルヒラ園、小出ケ介スケ父親が官僚というエリート一家に育つ。6人の中ではリーダー的なポジションであり、落農に対する思いは非常に強い。熱血感である反面、理知的でもあり、物事を論理的に考える傾向が強い。そのため末永から頭でっかちのダサボンボンと言われたことがある。勤勉で将来は農林水産省に入省しようと考えているが、 実地では、それが、役に立たないことを痛感し、仕事のミスから一度は、実習を抜け出す。当初は、高清水との衝突が絶えなくて、実地で役に立つ知識が豊富な高清水に、嫉妬していたが、次第に理解を示すようになる。恋愛に関しては、積極的で、狙った獲物は逃さないのがポリシー。腕相撲は、高清水よりは強いが、若松よりは弱い。藤井に気がある。 若松良太園、中田敦彦画家志望だったが、環境デザイン学部を誤解してしまい、美大と農大を間違えて入学してしまったうっかり者。大声を出すのが好きで、草原に出て、よく、ラブファームと叫んでいる。基本的に空気が読めず変人であるため、今まで友達がいなかった。仲間との関係はきちんと気づいているが、単独行動が多く一人で絵を描くのが好き。 三人の中では、腕相撲が一番強い、高清水の妹のゆりに思いを寄せている。藤井彩香園、愛武崎短期学部にいたが、遊ぶために、落納学部に編入した。落納に関する知識や情熱が乏しく、また自分に何の取り柄もないことをコンプレックスにしており、常に恋人がいないと不安。しかしこのままではダメだと考えるようになり、勉強に打ち込むようになる。 最終的には思いを寄せる高清水に告白し、いつか高清水の嫁になることを告げて、東京に帰っていった。末永美保子園、仮並スノーダイになったこともある、社長令状。6人の中では、唯一の獣医学部生、授業には出ておらず、実習にも、タニーのために仕方なく参加した。6人の中では一番不愛想で協調性がなく、 そのわがままな態度が元で藤井とよく対立していた。しかし、時子の実習生に対する愛情に触れ、今までの自分勝手な振る舞いを食いた後は、獣医の加藤に教えをこうなど、意欲的に獣医を目指すようになる。最初は、高清水に好意を寄せていたが、後に自分に好意を寄せる勝也に好感を持つようになった。三人の女子の中では最も大人びているが、現役組のため、 藤井や千葉より年下である、千葉和美園縁、戸田恵りかまじむな優等生。幼い頃に家族が離散してしまい、家族全員で最後に来た場所が牧場であったため、落農に対する思い入れは6人の中で一番強い。気持ちが先走ってから周りすることが多い。自分と同じように落農に対して、情熱的で努力家のものに思いを寄せる。そのため、 中盤ではマノが藤井に話しかけるのを見て嫉妬したりもしていた。母は看護師をしている、足崎勝谷園、田中圭、足崎、ファームの一人息子で、北微別町出身の高清水の幼馴染み、愛想がよく明るい性格のため、すぐに実習生たちと打ち解ける。末永に一目ぼれし、最初は全く相手にされなかったが、末永が次第に変わっていくうちに、 デートの約束をするまでの中に進展する。母、と子の死後牧場を継ぐが、その際に返済しきれないほどの借金が発覚し、牧場を手放さざるを得なくなる。そして、他の牧場に働きに行くため、競争場を育てるという自分や母の夢を胸に、北ビ別町を去っていった。実習生からは、かっちゃんと呼ばれている、足先時子園、市毛吉江克也の母、高清水由里園、 有村美木隆の妹、気が少々強く思ったことははっきりと口に出す性格。兄と違い、町に対する思い入れが強く、町を捨てるといった兄に対して怒りをあらわにする。また、町の現状をわかっていない。隆の発言に対してもたびたび食ってかかる。自分に思いを寄せる若松に対しては普通に友達として接しており、 末永に対してはその大人びた振る舞いに憧れを抱いている模様。高清水幸園、浅川由美隆の母、高清水博士園、大杉さざみ隆の父、吉田宗幸き園、藍島和幸吉田綿洋牧場の牧場主人、平林住代園、藤本聖吉田牧場の酪農ヘルパー、牧場主の吉田と並んで歩いていることが多い、宮本夏美園、 中島智子北日別町出身の市議会議員、津村太郎園、森永幸北日別町の小学生、関西出身で、関西弁で話す、実習生や活也によく懐いており、落農家の生活を心配している、加藤明園、中村指導獣医師、津村京子園、浜田真理実習生の世話役、ドラマ撮影が行われた芝浦工業大学、豊洲キャンパス、 ありがとうございます。